はい、皆さんこんにちは。ワナリのルイシです。今回は、ワミスタークライマックス続きをプレイしていきましょう。ヤクルトとの3連戦に入っていきますが、その前によって、例によってですね、ファミダスを引いていきましょう。そうするとどうしようかな。今1730ポイントあるんで、ちょっと思い切って今回先発をまず1人引きましょう。さあ誰だ。三島か。140キロ台後半の直球と高速スライダーが武器。やっぱね、すでに3回目までファミスタクライマックスプレーをお届けしてきたんですが、フォークボール持ちが欲しいんですよ。フォークボール持ち、ちょっとね、フォークボールじゃないっていうのがね、悔しいですね。続いて野手を5人引いていきましょう。鈴木健手が自慢の若手内野手ということで、オリックスの選手ですね。2枚目、誰だ。坂田涼か。広角に大きな当たりを飛ばす長距離砲。リストを生かした力強い打撃から、相性は左のおかわり君。まあ、右のおかわり君はね、侍ジャパンでも4番を務めたことがある中村ですけどね。左のおかわり君。で、野間か。センスあふれるプレーが魅力の外野手ということですね。広島の選手です。で、攻守に高いポテンシャルを秘める若手外野手、上林。そして最後5枚目、川端ね。川端は2枚目じゃなかったかな。そうですね、川端は2枚目ですね。上林ですね、ごめんなさい、ソフトバンクの上林を獲得してますというわけですね。やっぱ各球団の4番級、クリーンナップ級、あとはローテーションのエース級はなかなか手に入らないんですかね。さあでは試合の方やっていきましょう。なんかできるだけファミダスを各回お届けする前に引いていきたいので、やっぱり試合に勝たないとファミダスポイント入ってこないですからね、大量には。では、早速先発陣を含めたちょっと入れ替え等を検討していきましょう。まず控え野手なんですが、そうだな、天谷、荻野、ここで言うと、そうだな、天谷は入れたいですね。荻野も入れたいので、そうだな、選手の入れ替えで言うと、どうだ、石川とかをちょっと外していきますか。同じ外野だけど。で、あとチームポイントが5ポイントしか余らないってなるとちょっと難しいかな。重信の代わりに天谷入れたいんですが、天谷を入れると多分ポイントオーバーしない。ぴったりだ、 OK。 で、そうなるとまずセンターを守っている立岡の代わりに荻野か、天谷か。ここは荻野だな。2番に荻野、1番岡島、2番荻野、3番に荒木。3番に荒木っていうのがいいのかって話だな。そうなると、そうだな、岡島を3番にして荻野を1番、2番に荒木、こっちの方がしっくりきますね。あとは5番を打てるバッターをちょっと獲得していきたいな。5番中井ってちょっとパンチ力弱いですよね。5、6、7がちょっとまだまだな感じなので、そのあたりを補強していきたいですね。
ちなみにパワープロアプリの方では今モンストのコラボやってますけど、ようやくですね、モンストコラボの上級をクリアすることができました。で、今まではですね、スナイパーにこだわって、まあ、高火力にこだわってプレイをしていたんですけども、ちょっとそれだとね、ラチが開かないってことが分かって、レンジャー1枚で、あとはガード3枚っていうね、まずガード3枚はクイーンバタフライの攻撃に耐えられるだけの体力ですね。で、レンジャー1人は回復要因、スピードを重視してクイーンバタフライの攻撃を食らう前に回復させるっていう要因で入れました。これでね、意外とあっさりクリアすることができましたね。今までこんなに手こずってたのがバカみたいっていうぐらいね、あっさり勝つことができました。なので、もし見ていただいている方でパワープロのモンストコラボ上級クリアできないよっていう、おお、これはスライダー、よしのり綺麗に曲げてきたなっていう方いればですね、ガードを多めに入れると意外とあっさりクリアできそうな感じでしたね。1回の表はヨシノリの前に0点。ヤクルトの1番は火屋根か。ここは1番バッターは確実に抑えたいので、決め球スライダーで見逃し三振。2番の三輪に対しては今のストレートというかボールいいところに来ましたね。ホームベースギリギリいっぱい。そしたらスライダーでセンターフライに打ち取って、ここまで無難に来ましたね。ここは飯原にツーベース打たれるかな。ツーアウトながらランナー二塁で4番竹内か。ただここをしっかり抑えれば問題ないでしょう。そしたらジャイアンツの攻撃、2回の表は5番の仲井から。ちょっとね、この下位打線が現状のジャイアンツ少し課題なので、ここはヒッティングに徹しましょう。落ちるか、ポテンヒット、よっしゃ。吉川は足 C なので、まあ、走れるバッターではないので、ここは送りバントで確実に得点圏にランナーを進めて、9番の、8番の小林で返すっていうね、作戦でいきましょう。これは1球外して1エンド1。これも外れますね。2ボール1ストライクから第4球目。だー、強振したんですが、これがファールチップ。だ、最後は遅めのストレートに空振り三振。0対0のまま2回の裏来てるんで、ここは確実に抑えたかったけど、先頭打者を出してしまった。今みたいなって、インフィールドフライにならなかったとか、ファミスタでそもそもインフィールドフライがあるのかっていう話なんですが、なかったんで、あえて取らずにゲッツーっていう選択肢もあったのかな。OK、 これでこの回も0点に抑えたんで、この裏の攻撃ですね、ここで1点取りましょう。というわけで代打を送っていきたいんですが、代打誰にするかな。ここはミートが高い選手がいいので天谷を送っていきましょう。だー、これはアウトになるね。
で、1番荻野に戻ってきて、これは抜けるか、抜けるか、うわー、ファインプレーだ。やられたな。今の抜けてればね、荻野の足だったら、スリーベースもあったかなって当たりでしたけど、これも、荒木が打ち上げて、三者凡退。となると、ここは確実に0点に抑えて、延長戦を見据えた試合を考えていきましょう。OK、カーブも結構空振り取れるボールですね、これ見てると。追い込んだらカーブという選択肢だな。だあ、やっちまった、久々に。そうだそうだ、後ろに守備位置をするっていうのをすっかり忘れてましたね。これはさよならっていうのだけは絶対に避けたいので、確実に落下点に入ってボールを抑えましょう。これ延長だな。でピッチャーが石山に変わってますね。決め球は剛速球か。剛速球を投げ込まれる前にヒッティングしたいな。惜しい、一塁線ファウルボール。これは当たりはいいけど、ライトフライですね。で、4番堂林。これは落ちるかな？おお、しかも、いい感じで、守備が前に出てきて、後ろに反らすっていうね、理想的な展開だ。これでワンアウトランナー二塁。で、こっからが課題なんですよね。再三言ってるように。お、ただこれは、いいぞ。よし、もう1点取れば、なんか勝ちが見えてきますよね。これはどうだ。よし、フィルダースチョイスだな。この後はね、大好きな西村健太郎。ジャイアンツ自体は僕の動画見ていただいている方はご存知かもしれないですが、僕はアンチ巨人なんで嫌いなんですけど、このゲームの中でのね、西村健太郎のフォークはね、切れ味が抜群なんですよね。なのでリードを奪ったら西村にしていきましょう。そしてこれもいい感じで抜けてったな。なんか守備が僕に似てるな、コンピューターの守備が。3点あればセーフティーでしょう。さあ、3点リードで4回裏、この回を抑えれば勝利ですね。ここで西村を投入。追い込んだらフォーク連投しますからね。際どい。ここはフォークで空振りを取りに行きましょう。いやー、面白いようにバットが回るな。このフォークがある限り打たれる気がしない、全く。いいねー。オッケー、これで初戦取りましたね。なんか理想的な試合だったんじゃないかな。継投ピタリっていうことでね、もう僕の継投策が当たりましたけど。チームポイントが変わらないので、しばらくはこの
スタメンメンバーというか一軍登録のままプレーの方はしていきましょうか。で、今日のミッション。本塁打を1本以上。いや、まだホームラン打ってないからな。ちょっと打てる気がしないんですけど。まあ、当然長距離の打てる堂林じゃない、堂上だ。堂上になんとかね、打ってもらうしかないんですが。あと、ホームランが打てそうな選手といえば、岡島、パワー C。どの上もパワー C か。まあ、この辺りになってきちゃうんでね。打てるってなると。で、控えで言うと、パワー B の選手は誰もいないんで、パワー C の選手で言うと、岡島、どの上、あたりに打ってもらいましょう。落ちろ。よし。荻野のところでこのプレーだと、これうまくすればもしかして、え、ランニングホームラン、これランニングホームランもホームランのうちに入るのかな。ちょっと入れてほしいけどな。今のだってランニングホームランですよね、確実に。どうなんだろう、ランニングホームランになってればいいけどな。ちょっと次の打席の時にどうなってるか見ましょう。岡島は空振り三振で、どの上、まあ、ランニングホームランをホームランにしてほしいっていう願望はありつつ、とはいえきっちりホームランも打ってほしいからな。その可能性のあるバッターの一人、どの上に一発打ってもらいたい。どうだ、にゃー、センターライナーですね。これで1回の表終了して、もう荻野のランニングホームランだと思うんですけどね。 OK、 ナイスプレイ。これで2アウトですね。うまく打たれたな。決め球カットボールを投げたんですが、一人ランナーを出して4番竹内。やばいぞ、これはやばいぞ、切れろ切れろ、危ない危ない、フェンス直撃の大きな当たりでしたが、うまく切れてくれましたね、ギリギリだ。これはさせる。よし。守備のミスがありましたけど、うまい感じでホームでさせたからよしとしましょう。これは綺麗に一、二塁間を抜けて、吉川のライト前ヒット。なんかね、ホームランが打てそうな飛球っていうのはまだないからな。さっきのそのヤクルト側で大きな当たりありましたけどね。しまった、飛び出しちゃった。おしゃべりしてたらランナー戻すの忘れちゃいましたけど、ここで藤井亮太のところはもう足は遅いんで、守備を後ろに下げましょう。で、今波、これで3アウトですね。さあ、この回荻野に回ってくるけど、荻野がホームラン扱いになってるかどうかだな。
お、これもいい当たりだな。小林が2塁まで進んで、代走を出そうかな。ああ、じゃないじゃない。代打を出そうかなと思ったんですが、ここは送りバントでいいので、このまま高木に送ってもらいましょう。で、荻野だ。お、ホームラン1本になってる。まあ、そりゃそうだよな。じゃあ、今のタッチアップを狙っていくべきだったな。まあ、今更ですね。お、抜ける抜ける。荒木のタイムリー。いやー、しっかり荻野のがランニングホームラン扱いになってたってのは嬉しいな。これは二塁フォースアウトでスリーアウトチェンジ。今日は高木にこのまま完封してもらいたい。で、ピッチャー石山のところに代打ですね。大引きか。大引きが代打にいるヤクルトの布陣もなかなか豪華ですね、こうやって見ると。これは切れてきますね。これはファール。フライを取ってツーアウト。で、1番、ヒアネですが、これを打ち取れば2試合連続の完封か。1塁は、セーフ。まあ、後ろに反らしてなかっただけよしとしましょう。あれ、後ろに反らしてると下手したらツーベースになってた可能性もありますからね。だー、一塁は間に合わない。ホームは間に合わない。いきなりピンチになったな。となると、ここで、どうしよう。西村に変えていきましょう。確実に勝利が欲しい場面なので、例によって、フォークの連投でいきましょう。確実にアウトが取れるはずだ。ただ飯原はボール見極めてくるけど、全球フォークで空振り三振。よしよし、2連勝だな。しかも荻原のホームラン。チームランクももうちょっとで上がりますね。本塁打1本で勝利。やったー。お、1人スカウトしてくれたんだ。誰だ？いい原か。じゃあ3戦目いきましょう。今日のイベントは、盗塁に成功した選手には経験値がいつもの倍か。足の速い選手でいうとやっぱ荻野になるな。今日の先発は杉内か。まあ、初の3連勝、同一カード3連勝、3立てを狙っていきましょう。ここでしっかり立てれば上位進出へのポイントになってくるでしょう。まずはスライダーから投げてきたのは成瀬か。成瀬はね、フォームがね、ちょうど今カードに出てるように結構独特ですからね。これはセーフになるでしょう。
で、荒木は総力 B か。どうだ？よし、セーフになったぞ。これで荒木は経験値が倍になるわけだな、今日。で、せっかくスコアリングポジションにランナー進めたんで、この回1点欲しいですね。で、4番の堂上。今のスライダーが打てないな。もう体に向かってきつつ急激に曲がるスライダー。これはボール球のストレートですね。これは、セカンド正面。まあ、杉内もね、かつてほどの球威はなくなったとはいえ、2軍にいるっていうのが信じられないですよね。まあ、すぐにでも1軍にきっと上がってくるんでしょうけど、それくらいやっぱりジャイアンツはね、戦力が充実してますよね。お、我がチームにもやってきたいい腹だな。これは切れていって追い込みましたんで、スライダーで。おお、入ってないか。今のはね、おお、一塁がボールをポロったか。にゃ。ピッチャーがそこで中継に入るのが良くないな。ちょっとピッチャーの位置をずらしてあげないと、必ずピッチャーが取っちゃいますね、あそこできっと。にゃー。センター前を抜かれたけど、ここは、本塁突入はなかったですね。ここは0点で抑えたいな、なんとか。よし。ショートライナーで、まあ、ピンチはありましたが、なんとか0点でございました。で、2回の表、成瀬は、相変わらず、キレがあるな。ボテボテの当たりで、セカンド抑えて、一塁送球、ワンアウト。下位打線はね、ちょっと期待できないんで、まず当てていきましょう、きっちり。抜ける。で、山本のところで、ここで送っていきましょう、確実に。しかも、うまいぞ、この送りバント。で、結果オーライで、小林だ。小林がここでタイムリーを放ってくれれば、いいんだけど、ゲッツーはやめてよ、ゲッツーは。よし。ただ、杉内をまだこの回で変えるわけにはいかないんで、杉内そのまま、ヒッティングだな。抜けてくれ。そうはいかないかな。これでこの回まで。0対0。これは落ちるね。これもしかして守備位置後ろって外野だけ？そんなことないよね。内野も守備位置後ろになっててくれるのを期待してるんだけど、今の見る限りなんかちょっとクエスチョンだな。しばらくノーマルにしとこう。さあ、一番大きいのですね。ここは出てほしい。ポテンヒットでいい。ポテン、ポテン。ポテン、ポテン。しかも、これは例によってランニングホームランのパターンじゃないか。ランニングホームランのパターンだ。足の速い選手最強理論だな、これ。今日も荻野がホームランだな。ホームラン2本目ですよ、これ、荻野。
驚異のランニングホームラン2本っていうね、同一カードの中でランニングホームランを2本放った選手ってかつているんだろうか。じゃあここはきっちり堂上にかっ飛ばしてもらいたいけど、ナルセのスライダーの前に空振り。当たりはねいい感じだったんですが、ライトフライでスリーアウトチェンジ。今日もこれはもしかすると荻野のランニングホームランに救われる形かな。杉内が完封してくれればリリーフ陣も休められるんで。オッケー。いやー、荻野が同一カードの中で2ランニングホームラン、まあ、杉内の完封1点差もね、堂々たるピッチングってなってますけど、荻野のねランニングホームラン報じてあげてほしい。これ快挙と言っていいと思うんだけどな。で、荒木は盗塁成功したので経験値がぐっと伸びてますね。荻野もランニングホームラン2本目ですからね。で、チームポイントが620に増えたという状況ですね。で、FP ボーナス、ファミダスポイントも300ポイントもらったというところで、今回はヤクルトとの3連戦をお届けをしてきました。で、ファミダスポイントがどこまで溜まったかちょっと見ておきましょうか。ファミダスポイントが1430ポイントですね。なので、強化キャンプまでプレイして、次回、につながるところにしていきましょうということで、強化キャンプまでちょっとねお付き合いいただければと思います。強化キャンプをする上ではデッキ構成が重要なので、ちょっと今回獲得した選手もいるので、デッキの見直しからちょっと見ていきましょうか。で、 FP ポイントが欲しいのでステージ A にしてデッキ編集で、サネマツをちょっと入れましょう。他は特にって感じかな。そんなにいいカードではないですけど、これでちょっと一回強化キャンプしておきましょう。ファミダスポイントが欲しいからな。なんとか勝てる先発投手をもう一人二人欲しいですからね。ファミダスがもらえるこっちに行きましょう。400ポイントね。で、次は2を出せば FE プラスになるよね。 OK。 これで経験値アップか。もうこれでゴールしかないのでいいでしょう。で、FP が420もらって2000にはなったか、なんとか。はい、というわけで、ヤクルトとの3連戦3連勝、初の3連勝ですね、することができました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続きとしてですね、ドラゴンズとの3連戦お届けをしていきたいと思いますので、引き続きお楽しみいただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。